ケロちゃんやって、ジジイ。ジジイ。大きな数の勉強だよ。ジジイって言わないよね。ジジイって言っちゃダメよ、その悪いことか。ダメだよ、言ったら。では、早くてよ、最初に、お行ゲームにします。背中を伸ばしてください。それから、コロ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 回らない。あんた、お尻かいいの？うん。じゃあ、まっすぐ座る。笑ったらね、戻る。そう、笑ったら戻るの。今、だから、今のうちに、笑い虫を出してきなさい。手をやって、ここ絞るの。ここやって、うえ、うえ、絞った？じゃあ行くよ。じゃあいいね。もう笑っちゃダメ。笑っちゃダメ。あんた笑い虫いるでしょうか。さっきのクラスでね、僕ね、世界で一番素敵な先生誰って聞いたらね、なんと林先生の顔が映ったんだよ。だってだから見えてるか？映ってないもん。鏡よ鏡。全然映ってないもん。世界で一番素敵な先生は誰だ？わあ、僕だやっぱり。林先生の顔だ。見せて。ほら。全然映ってない。林先生の顔映ってるよ。変な顔？自分の顔しかさ、出てないよ。いやまあ、今日林先生ね、顔をね、プチ整形で直すから。先生って目が小さいでしょ？全然。じゃあね、目を大きくすればいいの。大きくなった？うん、大きくなった。こうすればね、目大きくなるよ、これ。もう片方は？もう片方？両方かな？ちっちゃい方やって。あ、こっちはね、これはね、こうやってね、こっちやれるの。大きく。ねえ、上もやって。ねえ、上もやって、上。先生、鼻低いでしょ？うん。だから鼻ね、高くするの。どうやって高くするかやったらね、これをね、こうやってやってね、こっち引っ張れるの、ほら。高くなったでしょ？あ、見せて。これどうなってんの？お口はね、先生ね、への字になってるから、こういうお口はね、貧乏くさいのよ。だからお口をね、綺麗なお口してね、この唇をね、こうやってね、上から引っ張れる。な？かっこよくなった？かっこよくなったろ？みんな食べる！で、この、これを、この、この、この、こっちやると、ほら、かっこよくなったろ？ああ、なんでな、変な顔、豚になった。豚だよ。でね、前でもね、先生下がってるからね、これ上やればいいの。こうすればね、こっち整形になったね。これかっこよくなったでしょ。これでこうやってやって鏡に聞くのよ。鏡よ、うぅぅぅ、何だこの顔。もう一回ね、うぅぅぅぅ、こんな顔ダメだよ。病気じじいがこれで言います。お家で真似しちゃダメよ。いいって。真似するんだ、顔よ。真似する。ロッチも真似する。ああ、ひげ取れちゃった。ひげ取れたよ。みんな、ひげが大変で。あら、眉毛が取れちゃった。真似すぎてください、ひげだった。よし。じゃあ、声出せよ。お料理ゲームだぞ。いいな。いいよ、じじい。に。に。に。背中回ってる、回ってる、回ってる。じゃあ行くぞ。に。背中回ってる。に。に。声が悪い。に。に。そうだ。丸山さんのように寝なさい。に。に。背中曲がってる。に。お前だよ、背中回ってるのは。に。に。十二。十二。おい、船君、声聞こえないぞ。十二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 。百十二。百十二。百十二。412 4112 4112。うなぎくんがキョロキョロしてから戻ります。2 2、はい、手が出てる。2 2。さ、高田くんの手が出てる。2 2。大行き最悪に悪い、お前は。2 2 12 12。声が出てない。12 12 12 12。松山さんいい声してる。丸山さんもいい声してる。12 12。お前声出してない。十二。十二。百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 十二。四千百十二。四千百十二。怒鳴らないで。四千百十二。四千百十二。じゃあ行くよ。これ難しいんだぞ。九十七、九十八、九十九、百。言える？三。はい。九十七、九十八、九十九、百。
101、102、103、103だって。107、108、109、110。いくぞ。100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110。そこで問題です。一回手を練習します。分かった人ははいってあげる。ママのおっぱい飲んでる人はへーって可愛い声出せばいいです。1、2、3、はい。先生ってかっこいいね。うん、全然。あら、お前もかっこいいじゃない。じゃあ目指すよ。1、2、3、はい。ちょっと隣すぎてるんだあいつ。もっとお腹違ってはいって言えばいいんだ。1、2、3、はい。よし、じゃあ問題。ここに10があります。それで1、2、3ときたらここは何でしょうか。わかりました。はい。さあさあ、4、20、4じゃないよ。5じゃないよ。10、11、12、13。はい。何、はい、丸山さん、はい、13じゃない。はい、松山さん、14。正解、14だぞ。14でしたね。第2問、96、はい、はい、岡崎さん、100、正解、はい、素晴らしいね。じゃあその次、100、101、102、はい、ここ、はい、104、正解。じゃあその次、110、100、112、113、はい、ここ、はい、勝ったか。オッケー、100円がありました。そしたら台所に1円が落ちてたので、お母さんに、お母さんこの1円もらっていいって言ったら、お母さんいいわって言いました。お金はいくらになったでしょう。はい、みんな言ってみろ。101。そう、前島くん101円。もう1円また出てきました。お金いくらになったでしょう。100円。何、お金がまた1円出てきました。じゃあいいな。97、98、99、100。あれ大きいんだぞ。97、98、99、100。誰だギャーギャー、お前が本当に。隣まで、自分の向こうのうちにね、隣まで聞こえちゃうじゃないか、二つ隣のうちに。今おじいちゃんね、昼にしてたのよ。ところがね、おめえの声が聞こえたもんで、おじいちゃん目がうーって覚めちゃったじゃない。おじいちゃん今畑だよ。あら、畑にいるの。うん、畑にいたよ。ほんといいなぁ。じゃあ今トマトとスイカ植えてる。トマト作ってるのか、僕も作るかな。ダメ。じゃあ行こう。ダメ。いいか、船行ってみてよ。1、2、3、3、はい。101、102、103、104、100、101、101ってどういうふうに書くの？100と1、101どういうふうに書くの？はい、101、はい、マイカ君、101、101ってどう書くんでしょう？はい、分かる人いるか、101。松山さん、101、正解。みんな手叩いてあげてよ。そりゃそうですよ。よし、これがレベル1の問題。ではいよいよレベル2。レベル2ではなんとアメアメショーがあると思いますよ。イエーイ。あそこにあるフルーツの罠のアメとか書いてある。本当？じゃあ問題、パッと見て早く数えてよ。何を？ここにはお星様はいくつ？はい、はい、はい、みんな言ってごらん。1、2、3、はい、はい、パッと見て分かった？あ、そう。おじゃ、今度第2問。お星様はいくつ？見えねえよ。見えるよ。見えない。見えないから。はい。はい。10。正解。言ってみて、これ10だよ。え、もう一回数えて。じゃあ、その次行くよ。お星様はいくつ？はい。はい、丸山さん。81。もっとある。はい。はい。93。もっとある。はい。小田くん、100？正解。100。じゃあ数えてやろうか。ないよね。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,100 だ。じゃあ次の花、お星様数えて早く。1,2 のお星様いいかい。はい、船くん。1,500個。残念残念。はい、岡田さん。200個。200個ばっかりじゃない。はいはい、丸山さん。え、よく聞いてないよ。1,10,10,100,1,0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 00,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,195,196,197,179,200,201
にはお星様はいくつあるでしょう。はいはい、みんな言ってみろ。1万。正解。よく数えた。1万だよ。おお。みんな1万言った。みんな言ってるの。すごい。お前なんでそんな早く数えられるよ。分かんなかった。数えられる。1万。どうなってたの。どうなってたの。じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。1いってらん。10 100 1000 1000万。すごいだろ。まあ1万もあったんだぞ。ねえ先生、おなんじゃ今さ100,000万のところさ、あのみんなでやれちゃうだと。あ、まだまだこの後出てくるからで、ね、じゃあ10いってらん。10。声が悪い。10。10。ママのおっぱい飲んでて でかい声でやれ。10。100 100 100 1000 1000 1000。斉藤さんがくるくる回ってるからなし。10 100 100。声がでかすぎるからやなし。10 10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 0
にこう積んどいてよ。後でお茶漬けにしてかけて食べるから。お茶漬け、あら、子供のあの薬ってね、美味しいんだってね。珍味、珍味、珍味ね。それよりケロちゃんやって。そんなの関係ないんだよ。10いってみろ。10、じゃあケロちゃんにあげる。100、100、100。ケロちゃんはね、あの鹿のうんちの団子食べてるの。100、100。じゃあこれは、まあまあまあ、線が抜けた。線が線、まあまあ。じゃあ何て字か当ててよ。これ何て字だ。10。正解。これは、これは何？千。これは一億。じゃあ行こう。これもお行ゲームなんだけど、大きい数の時はね、お行ゲーム多いんだけど、ごめんね。また鼻くそとつくる。おいしそうだな、お前。ちょっと捨てないで、そこ捨てるのに置いといてよ。いや、俺の手につけた。これ、あ、これだよ、これ。斉藤さんの鼻くそ、なんでこんなことになるの？先生の手。これ、お前の鼻くそじゃないの？違う。ブッ。なんで前島君の鼻くそこんなところあるの、これ。何それ。あ、違うわ、これ。誰の泣き虫。食べてみる。いいの。うん。泣き虫の時はね、ハンカチが必要なのよ。なそういった鼻や全然泣いてないじゃん。薄泣きしてる。みんな言ってみろ。ひろしさん、ひろしバカひろし、バカひろし泣きやんの。便秘、便秘、便秘、便秘。いろんとも、ひろんとも、いろんとも。お前、お尻うんちついてたろな。あれ、いろんとも、いろんとこだぞ、お前。ゆきろんとこ、ゆきろんとこは何もないことじゃない。じゃあ行こう。いろんとこ、だて男の、だて男の、出てない先生なんてわ。色男、色男も悪い言葉だ。しまうね、オッケー。
一、十、十、百、千、千、万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 、パワーアップして。もっと空気流して。そうだ。お前たち、あんたまで穴掃除してって、お前たちと勉強してるときには、こういうのが必要なの、うるさいから。貸してそれ。この前おバカさんがいて、これを口にやったの、パンクしちゃったの。この前おバカさんがいて、お腹にやったの。そしたらおならがブレって出ちゃったの。やる場所があるの。この辺にやって。お腹にやって。お腹。じゃあ行くか。ダメ。お前らに負けねえぞ。いやいや、60歳パワーだ。お前はな、100点満点500。お前はジジパワーだな。1 10 100 今に抜けちゃうからさ、今頑張ってね。いやいや。うんち出ちゃった。空気入れて。じゃあ、丸山さん行くよ。5。えぎすぎちゃったよ。75。275。あんまり大きな声出さないで。俺。275。うるさいよね。腕はこちら。こっちは偽者だな。警察官よ。警察官しゃべらないで。静かにして。警察官、変な人がいます。逮捕してください。バリア杖あるよ、杖なら。バリアがなくなっちゃった。バリアって、あ、あのハートのこと。あ、ハートあるよ。どこにある？バリアそこ、あ、テレビね、テレビ。そこはティッシュ。それティッシュ。これバリアなのね。それティッシュ。じゃあ行こうね。ゴーゴー。あ、まだちょっと聞こえるね。鼻からね、声が入ってくるんだってこと知ってる？繋がってんのよ、ね。繋がってください。ねえ、息どこでするの？吸うの？口だ。わかった。警察官、これじゃあ声出してね。ゴー。まあ静かだこと。ゴーゴー。75。あんたら声出してる？うん、声出してる？うん、声出してる？うん、は？出してる。なんだって？出してる。出してる。おへそがかゆいの？そうかね。じゃあみんな先生の後についていってよ。いや。静かだな。5。75。全然静か。275。これ知ってる？知らないよ。この音楽を取り入れたさ、そうするとさ、こうしたら、ね、船員さんがさ、Is anyone who is alive here? Is anyone alive here?
似てるんだよ。だからそういう歌もういいわ。そうするとね、女の人はね、笛を持っててね。違う、それ、それ違う、スター。おい、おい、今がね、あたりだ。おい、負けるぞ。ちょっと、何にも聞こえないね。静かだね、今日。音楽が聞こえてくる。あ、出た、あたりに、あ、ちょり、ちょり、パッチャ、ちょっと。じゃあ、行くよ。しっかり声出してよ。いいね。嫌だ。私は何にも聞こえないよ。ゴー。声を出してさ、しっかり。ゴー。聞こえないね。嫌だ。おい。75。75。眠くなってきたよ、静かだから。275。みんな口パクやってるの？何にも聞こえない。275。声出した？うん。275。やあ！本当？6275。46275。46275。これね、取るとき簡単なのよ。あげるよこれ。耳だけだ。あの大きな声出したらダメよ。いやーい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。声すぎるわ。10が10個でいくら？ねえ、おじいさん。おじいさんなって。いつも今おじいちゃんだろうが。もう言うな。お兄ちゃん。100が10個ではなんだ？ 1000 だぞ。ねえ、じゃあ早く行ってよ。まずルール説明します。大きい数の方に行きます。どっち行くかというと左です。でまた下へ行って分かれ道って、どっち行くかというと4です。だからどこへ来た？緑。よし、早く当ててよ。いいね、見てパッと当てるんだよ。はい、どこへ行くでしょう？21。じゃあだから色で言って、色で。これはオレンジでしょ。オレンジ。オレンジ。よし。第2問。第2問。はい、これ。赤。何？赤。どこ行く？赤。赤。行くぞ。だんだかだんだかだんだかだん。ここだよ。緑じゃないよ。だってここで400行くんだもん。大きいから。で、470から赤来た。790もあるよ。それは大きいけど、ここで分かれ道があるもん。で、あんた300と400どっち行くの？400行くでしょ。でここで分かれ道来て、400と20と470だから470行くのよ。じゃあ今度どこ行くか当てて。これどっち行くでしょう？16。黄色。黄色。はいはい。黄色。じゃあ行くよ。ダンダカダンダンキッ、ダンダカダンダンキッ。黄色でした。よし、ではいよいよアメアメゲームです。イエス。お行儀の悪い人はもうやらあげない。当たってたらアメアメね。あ、雨雨ゲームですよ。はい、順番に行こう。あんだ飛ばすからな、お行儀られた。勝った君、0から10、この間にある数何でしょう？5。もうちょっと大きい。はい、はい、小田君。6。もうちょっと大きい。はい、斉藤さん。9。もうちょっと小さい。8。もうちょっと小さい。はい、はい、11。なわけがない、10までだもん。はい、丸山さん。6より大きい。松山さん、7正解。なんで7？ほら、よし。飴投げるけど、いいか？ダメよ、そんなに取ったら。取ってやって。よし、じゃあ第2問、今度は前島くんから。はい、はい。これ0と100の間。あ、わかった。まだわかんないよ。あ、わかった。はい、51か。だから言わないよ、ま、あの前島くんから言うけど、前島くん、なんだ0と100の間、なんだ？7。何？700とか言ってた。700はいかないよ。 70？ もうちょっと小さい。
正解、60でした。じゃあ今度は第3問。高田君。え？0と1000の間です。はい、高田君。何だったかな、これ。0と1000の間です。先生、僕は眠らないから。今、高田君考えてる。騒いだり、変なこと言ったら飛ばしそう。な、悩まないの、その深く。まだ。何？0と1000の間。え？何？90？もっと大きい大きい。100。もっと大きい。600。もうちょっと小さい。はい。分かった。1500。なんで600よりも小さいんだもんで。あ、分かった。じゃあ丸山さん。400。もうちょっと大きい。あ、待って。正解だった400。ほら、いくよ。いい？僕撮ってあげる。いい。斉藤さん撮ってくれ。よし、いよいよ1万で、0から1万の間です。0から1万だぞ。松山さん、なんだ。分かった。もっと大きい大きい。0から1万の間だ。分かった。はい、真島くん。8000だって。当たり。もう2回目で当てちゃった。いくよ。やっぱ8000だ。先生、ここ1個ずつになった後ろ。そうか。じゃあ声出せよ。大きい数いくよ。ここに1100で1300だったとすると、ここは何かってことなの。はい。声が見なかった。はい、カタ君。1000。1000、正解。1100。じゃあここは1200。何？1200。じゃあここは1300。の次は1400。何？1400。当たり。1400の次は1500。の次は1600。何だって？1600。の次は1700。その次は1800。の次は1900。何だって？1900。その次は何？2000だ。これ2000当たったらすごいよ。2000の次はなんだ？2100。何だって？2100。の次は2200。最後は2300。よし、だんだん大きい数になってきましたね。大きな数だね。お金で数えるときはこうなんでしょ。こっちはね、右の方と、これ10円って意味ね。1円、10円、1円、1円。10円、1円、10円、10円、1円。右と左、どちらの方がお金がかかるでしょう。はい、はい、斉藤さん。右。左。左だな、10円だな。よーし。岡崎さんも今度変わってるよ。こっちは100円、1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 円、1円、10円。はい、どちらの方がお金。はい、岡崎さん。右。正解、100円があるもんな。110円。じゃあその次。1000円。100円、100円、10円、10円、100円、100円、1000円。100円、100円、10円、1000円、1000円、1000円、10円。はい、はい、こっち見れよ。右と左、どっちがたくさんある。はい、じゃあ待ってないぞ。はい、鼻くそばっか走ってるとボール飛んでくぞ、お前。はい、はい、丸山さん。はい、左。左だ、あんたお金持ちになれる。こっちは左じゃないよ。右手だの。左だよ。右だよ。左だよ、これだって。1000円が3枚あるの。1000円がたくさんな。1000円を、そうでしょ。松山さん、いいよ、聞いててよ。1000円、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 100円、1円、1円、1円。1000円、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 100円、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 100円。はい、右と左、どちらにたくさんあるでしょう。はい。お金は？はい、船木くん。右。正解。よし。なんで？だって右は？じゃあ、お行ゲームです。恐怖のお行ゲームです。は？土地で騒いだりな、髪の毛なんか舐めてると。先生がほっぺたに注意します。あっそう。じゃあ行くぞ。あっそう。あっそう。魚よ、魚。この中で一番お行儀の悪いのは誰だ？だってさ、自分さ、お行儀悪いじゃん。先生、空気入れてください。空気抜いて。いらっしゃい。はい。空気入れてあげる。はい、はい。本当に入れてほしいの？はい。入れてほしい。これ干潮だもんで、お尻から入れるんだけど。え？そんな。
うちょひょんじょ入れてやるよ、お前。あんた立ててダメでしょうが。あんた元気ないの？女の子しかいないの？普通は、うん、いや女の子は、女の子はあの便秘の人が多いの？うんちが出ない人が。え、便秘はね、ダメだよ。おなら出るし。お尻からこう入れるんだけど。そうじゃない。じゃあ、普通は言ってあげるか。普通は耳からやるの。耳からやらないよ、耳から。耳からやっちゃダメやんか。もももも、わかった。よいしょ、じゃあ鼻から入れてやるの、お前。やるよ。これね、魔法の鏡。ちょっと。鏡を世界で一番綺麗な方だった。ほら、丸山さん映ってる、これ。ほら。ちょっと、勝手に決めないでください。勝手に決めないでください。じゃあ本当に丸山さん映ってたもん。鏡よ鏡、世界で一番綺麗な子は誰だ、ほら誰映ってる。勝手に決めません。早く帰るもん、お尻臭いから。言われた。じゃあ行くよ、6、背中回ってる、6、20、56、56、これ何揃ってない、56、256、8256、48256、48256、言えたー、すごい、48256、48256、難しいぞ、いいよ、748256、48256、一人で行ってみようと思う勇気のある人、はい、 OK、 松山さん行ってみろ、74万8256、できた。 OK、 真島くん、はい、74万8256、 OK、 できた、はい、はい、小田くん、74万8256、はい、はい、はい、斉藤さん、74万8256、できた、見せていただいてあげてよ、はい、岡崎さん、はい、74万8256、はい、他にやってみましょう。はい、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 どう、7000ならないと、ここで、はい、これ松山さんって聞いてくれ、松山さん、74万8256、 OK、 さっきお尻からパワー入れてあげた丸山さん、読んでごらん、お尻でしょ、パワー入れてない。はい、74万8000、できたじゃん、それでいいんだぞ、もう次に行く、じゃあ問題足したから行こう、分かった人は言ってよ、2+3は何、5、じゃあ難しいぞ、20+3、何、200+300、何、500、 OK、 2000+3、何、じゃあ難しいファイナル問題。ないかもしれない。ないじゃん。あ、ないじゃない。あ、じゃあ、4-3は1。1じゃないわ。1。4-3は1だよ、4から3だの。1? 4-3は1。40-30は何？400-300は100、何、4000-3000は1000、じゃあ早く言ってくださいよ、ワンポイントをあげる、いいね、でたくさんポイント数がたまると今日のチャンプになります、いいね、早く言ってください、僕も競争する、なんやめなさい、絶対僕早いもん、なんで、じゃあ行くぞ、何、答え変えるから、じゃあ行くぞ、1-2の50+40、99、何、99、99、99、
いや、一回言えばいいって何回見ると分からない。いやいや、じゃあ、そのチン。60引く20。40! 何 ?40! ドリルってさっき誰か言ったでしょ。オッケー。600引く200。ほんと早かった、早い。5足す4。9! 6引く2。4! これ難しいよ。5000足す4000。9000! 何 ?9000! 9000! その次いくよ。500足す400。9000!何？先生！900、900、900、これ。じゃあ、これ難しい。5000足す5000。1000！ 何？1万！早い！6000引く2000。4000！ 何？4000！ 4000、4000、4000、合ってる。これ勝ったのがものすごく素晴らしかった。ちょうどいい。じゃあ、後で、そういうゲームもう一回して当たってたら、あれ、いよいよ、今日、カズの、3番目の勉強です。あれ黒がどこ行っちゃったじゃないか。いいね。レベル3の問題です。今のはレベル2の問題。そうね、だからさ、ケロちゃんはレベル3の問題いきます。レベル3はもっと大きな数になります。あっそう、あっそう、あっそう、あっそう。できるか、やめてもいいんだよ。そうですか、やってみる。よし、じゃあやってやろう。あとで歌を教えてあげるから。1000円が10枚あります。難しいよ。1000円が10枚あります。お金はいくら？1万円。何？1万円。はい、1万円なんですよ。そうですよ。1万円を漢字で書くと1万いってな。1万。1が漢字で書いてありませんけど。じゃあそこでまたまた今日はお行ゲーム。今日お行ゲームばっかりやってるな。じゃあ行くぞ。背中伸ばせよ。いいな。いや。いや。いや。誰だ、いやだってやつは。フィリアムでいやついっていかんぞ。いやだ。あ、そう。あ、そうそう。いやだって言えばいいんだな。一。一。ね。今日投げるボールがねえんだよな。あった。おい投げていいよ。おい投げてみな。はい。話せっぱつけといてあげたから。いいよ、林。林。林。はい、投げるの。林。うぇ。うぇ。じゃあ、投げよう。投げよう。ほい、投げよう。投げてよ。だったら声出していくぞ。投げてよ。いいや、1。10。10。ふざけてると外を出すと、まだうるさいで。10。10。100。100。100。千。千。万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 。十万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 。百万。百万。千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 万。一億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 。十億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 。百億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 。千億。千億。一兆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 。十兆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 。百兆。百兆。百兆の次なんだか知ってる？社長。社長の次はね、船長。船長。先生、僕に。では当たった人には飴をあげる。BW は女の子に優しい BW 教室。は？男に厳しい BW 教室。じゃあ、女の子は？女子は？女の子に優しいの。ね。じゃあ、男子は？厳しいの。男子厳しくていい。いいぞ。12,340 言ってな。12,340。これはちょっと読み方違うの。12,340。これはまた読み方違うの。12,340。はい。これは12,340。これはアメリカの書き方ね。3つごとに点つけるで、この4つのうちのどれかを読みます。当たった人には飴をあげる。男に厳しい BW、 女の子に優しい BW。 カスタ君いいか、聞いててよ。カスタ君から順番に行くから。
どれを読むか当ててよ。12,340、どれでしょう。1,2,3,4,1。1。今3番目を読んだんです。高田君当ててよ。見てると分かるかな。12,340。3。今一番上を読んだ。おい、そうじゃないよ。じゃあ今度斉藤さん、12,340。2番目。うん、2番目。正解、正解。なんで。じゃあ今度岡崎さん、12,340。そんな読み方上がった。え、4番。正解。5番になってないよ。正解。いいな、そんな色で。うなぎくん、僕ゼロ使うよ。12,340。3番。今4番目だったんだよ。丸山さん当ててよ、いくよ。12,340。あ、分かった、あれだよ。2。何番目。2番目。もうあんた丸山ってもらえちゃうよ。丸山さん2。何番目。1,2,3,4,2。正解。よく当てたね。兄弟、僕が先に当てた。同じじゃないよ。僕が先に当てた。丸山さん、いくよ。12,340。何番目。そんなこと言ってた。4番。当たり、すごい。女の子みんな当たるね。あ、じゃあ前島くん先生、私2つとも12,340。分かった。3番目。1番目だった、1番。女の子全員当たって、男は全員はずねえ。ねえ、さっきさ、意地悪でやってるでしょ。エゴひいきの怪しさにして、文句あるか。さっきから意地悪やってるでしょ、男の子ばっかり。分かったか。もうなくなっちゃったからな、ごめんな。じゃあ次の勉強いくよ。新しいのない？いいからいくよ。130、200、どっちが大きい数か。130。どっち？130。3300、どっちが大きい数だ。3000。何？3000。3502、3052、どっちが大きい数だ。3502。6021、6019、どっちが大きい数だ。6019。人が立っていました。人じゃないじゃん、それ。これ本当もともと人なんだってね。それでこの人が立ってて、おー元気だなって言って、そして今お日様が出てきたのね。そして心ができて、名前が奥ってな。奥、この字ね、奥っていうの。奥、奥。じゃあその次、これ何。蝶々言ってごらん。蝶頭に蝶。蝶これ蝶って言うんだ。もう一回いくよ。蝶で、歌を覚えてもらいますが、これね、ちょうど1兆あるのよ。行ってみようか。1、10って言ってみよう。3、はい。1、10、100、もうゆっくりやね、ゆっくり。3、はい。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1兆、10、あ、違うよ。もう抜けてるよ、奥だよ。3、はい。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆なの。そこで歌ができるから覚えて、今日。この歌をね、しっかり覚えて帰ってください。なんで？大胆なお金持ちになれるからなれないかというと思う。お金持ちになれなくていい。もうなってる。そうよ、お前。もうなってる。贅沢なこと言うんだよな。もうお金持ち、お金なんてのは切らないとなっていい。もうなってるから、もう金持ちになれる。お前、そういうこと言うと誘拐されるぞ。諦めてもらった箱物がどっさり。もうどっさりあるよ。人に言っちゃいけんぞ、お前。誘拐されるから。何が？じゃあ、歌覚えるよ。ちょーちょー。ちょーちょー。さん、はい。ちょーちょー。ちょーちょー。私の財布に置いて。さん、はい。私の財布に置いて。なんで？財布から財布へ。さん、はい。財布から財布へ。財布から財布へ。ちょーちょー。ちょーちょー。
私の財布から逃げちゃった。よかったね、逃げて。私は貧乏です。では、今度はみんなに歌ってもらいます。いや、なんだよ、やだ。上手に歌った人、一人歌える？あ、ちょっと歌ってもらうね。まだまだまだ。ギャーギャーダメよ、お前。DW。この歌がしっかり歌える人はお金持ちになれるんだぞ。行くぞ。3、はい。ギャーだってお前変でギャーギャー言ってるだけじゃないかお前は。私の財布においで。なんで？財布から財布へ、財布から財布へ、ちょーちょちょーちょ。私の財布から逃げちゃった。お金がみんな逃げてしまったのです。じゃあ行くよ。じゃあ歌いよ、さん、はい。ちょーちょちょーちょー、私の本当にもうなんだよ、そんな変な歌がするじゃない、お前は。大東さん、座ってたよ、パンツ強いから。さん、はい。ちょーちょちょーちょ、私の財布においで。財布から財布へ、財布から、何じゃない、財布、財布から財布へ、ちょーちょちょーちょ、私の財布から逃げちゃった。よかったね。よくねえよ、貧乏なっちゃったじゃねえか。先生、僕は飴1個ももらえませんでした。残念だな。また今度頑張るよ。でもだってな。よし、これが今日レベル3の問題でした。あ、すごい、もう終わった。やった、終わった。終わらない、まだレベル4があるの。イエーイ。だって今日ケンケン全然あるんだ。レベル4やるか。やるやる、やんない、やる。レベル4難しいぞ。やるない、イエーイ。それまあ時間がないから来週にしよう。なんだ。じゃあ今日の勉強おしまい。出席を出してください。何？